どうも、枝豆です。今回はサムネタイトルにもある通り、できるだけでビートボックスが100倍、いや1000倍楽しくなる神スネア5000紹介していこうと思います。でね、今回の動画はいつもと違って総集編ではございません。まあ、改めて再解説する形になります。で、今回ね、まず皆さんにお聞きしたいのは、皆さんが使ってるそのスネア、正しく使えてますか？まあ、こういうことをね、俺言われると、ああ、ちょっと自信ないなっていうふうに思うんだけど、まあ実際は自分が思ってる通りの音が出せてますかっていうところなんですよね。これに正解なんていうのはないんですけども、自分のビートにはこの音が必要だって思った時に、思った通りの音を出せてるのかどうかっていうところがね、非常に大事になってくるので、そこでね、今回は5種類のめちゃめちゃ使えるスネアを紹介するので、それを覚えて自分なりのテクスチャーにね、ぜひ作り変えてもらって、使ってもらえればなということで、今回はやっていこうと思います。ということで、レッツラゴー。1つ目、アウトワードケースネア。これね、俺が個人的に思う神レベルのスネアの中の一つです。これはこのスネアは無声音のカっていうのを下の奥全体を使って力強く弾いてあげればできます。ちなみにね、めちゃめちゃちなむと、このアウトワードケースネアを伸ばして力抜くとっていう舌下の風になります。余裕がある人は合わせて覚えてみてね。で、このスネア何がいいのかっていうと、これはアウトワードで出せるケースネアっていうところにものすごくね、良すぎるポイントが詰まってるの。その呼吸の流れ的に吐かなきゃいけないとか吸わなきゃいけないところってあるじゃないですか。そこで簡単に組み込めるし、基本的にどのビートとも合うっていう神業なんですよ。なので、これはマジで今すぐ覚えてください。そして次、PF スネア。これもよく聞くスネアだよね。このスネアはほんとね、汎用性がとにかく高い。ほんとにとにかく高いし、で、力強く出せるスネアっていうところに結構ポイントがあるのね。まあ、なんで、マジで覚えてください。で、PF スネアのやり方なんですけども、まずは P スネアをできるようにしてください。やっぱ軽くね、P スネアのやり方を解説すると、バスドラに S を混ぜるイメージですね。なので BS を一度に出すイメージで、これができたら今度は P スネアを PF で打つだけ。まあ、日本語に起こすとプヒューだね。あとはまあとにかく使い込むだけですね。音圧が出るようになったらね、もう使いたくなるよ、このスネアマジで。そして次のスネア、バススネアです。このまずはね、俺が個人的に思う神スネアの中の一種、アウトワード系とバススネアはマジで神スネアだと個人的に思ってるんで、これマジで覚えてほしい。この技は、この技めっちゃ簡単で、バスドラをブヒョーの発音で打つだけなの。完成。この技は特にマジで自分でテクスチャーをね、いろいろね変えてみてほしい。で、何度も言うんですけど、これはマジで覚えてください。そして4つ目、ケースネアです。で、この音はですね、下の側面と歯茎が擦れることによってなってます。まあ、なので歯茎に対して舌で力をかけてるっていう状態ですね。まずはこれを頭に入れておいてください。ケースネアの解説ってさ、いっぱいあるし、俺も過去にね何回も解説してるから、いろんなやり方があるんだけど、今回は感覚をね、よりつかみやすい解説っていうのをしていこうと思います。で、まあ、まずは舌全体を上顎にくっつけちゃってください。で、その状態でキッって発音してみてください。今擦れてる場所あるでしょ。息を吐いて擦ってるじゃないですか。木で発音した時の動きと真逆の動きを起こすように、今使った同じ部分を使って息を吸って弾きます。個人的には顎はあんまり関係ないですね。もう真下に下ろしてもいいし、反対側ずらしてもいいし、自分がずらして鳴らした方がやりやすいなっていう風に思えば、ずらしてやってもらって OK ですので、そこはね、自分に合わせたやり方見つけてください。そしてラスト、ハンドクラップですね。
で、この技のやり方はですね、まずは唇を閉じます。で、唇を閉じて舌の先端と唇の間に五円玉サイズの空気の量を含みます。その後に溜めた空気をですね、上唇と下唇どっちも使って押しつぶすように力を加えます。最初はね、こんな風には潰れないんですけど、これを何度も何度も繰り返していくとできるようになります。で、ハンドクラップはですね、力加減によって音の色を変えることができますね。こんな感じでね、自分が好きなテクスチャーっていうのをね、極めてもらえればなと思います。で、このスネアもめちゃくちゃ汎用性高いです。ぜひ使ってください。ということで、今回の動画は以上です。じゃあね。